日本株が34年ぶりに史上最高値を更新しました。 私はこの史上最高値においても日本株が割安で中長期の上値余地は大きいというふうに判断していますただその割安っていう言葉ですね何を基準に割安というのか人によって割安とか割高っていろんな基準がありますよね私がなぜ史上最高値でも日本株が割安と判断しているかその根拠についてご説明いたします こんにちは2月26日日本株投資戦略レポートをお届けします楽天証券久保田ですえ今日のテーマは日経平均がること値上最を値を更新こましたけて値上げこともなお日本株が割するとに断てする理由について値上げをすることすで、えにってとこちにまずですね、最初に見ていただきたいのは長期的に判断して 日経平均割安で上値余地大きいと思うんですけどもそれとは別の話で短期的にはちょっと上昇ピッチが早すぎて過熱感が出ている、まあ、スピード調整はありうるということですね。で最初に見ていただいているこれ日経平均と13週移動平均線ですねこの青い線が日経平均赤い線が13週移動平均線なんですけれども。 この日経平均は13週移動平均線の上下をこう巡回しながら動いてきてるんですけれどもこの移動平均線に対して情報の乖離率が10%を超えるとやや過熱している上昇ピッチ早すぎるというふうに判断します。これ年にも1回加熱して 利率が13.3%までいったんですけども、まあ、その後スピード調整してまた値固めしてから上値を取ってきたということなんですけれども今あの利率がやや加熱していいるととうことです、まあ、そう考えるとこれどこかでスピード調整する可能性はあるなということなんですけども、まあ、日経平均が3万9,000から 折り返すのか、4万円まで行ってからなのか、そこら辺というのはわからないんですけれども、えー、短期的な加熱感というのは注意した方がいいと思います。で今日はですね、それとは別に、中長期で見ると、えー、日本株は割安で、えー、上値余地が大きいと考えている。根拠について話します。でこれ、あの何回もお見せしているグラフなんですけど、これ、日経平均の過去。 50年の動きですね50年の動きとでここに青で丸しているのは東京証券取引所の平均 PR ですね、えー、これ10倍から20倍がだいたい世界の標準なんですけども1973年当時は13倍で割安だったでバブルの1989年は70倍で割高になったでバブル崩壊して 構造改革によって株式の価値が高まってまた上がってきたで今16.5倍だから割安ですよというふうに言ってるわけなんですけども、まあ、そもそも89年と今では前提が全然違うということですね89年当時っていうのは日本がものすごく割高だったんですねバブルだと言われたこともあるんですけども株価だけじゃなくて土地の値段もイールドで説明できない 非常にに割高な水準にあったまた、えー、日本の物価が非常に高いと言われて東京のせか生活費は世界一高いで日本人の賃金も非常に高いと言われた時が年なんですでそれに対して、まあ、その後ずっと長年にわたってデフレが続いた世界はインフレが続いたんですけども日本はデフレが続いた。 しかも直近円安がどんどん進んでいるということで逆に日本は世界から見てて割安になってきたんですね日本の株価も地価も割安になってきているし日本人の賃金も国際比較で安くなってきている物価も世界と比較すると非常に安くなってきているということで。 そのように安くなった日本を円安に伴って外国人投資家が買ってきているっていうのが今の番大ききな動きかと思いますでこの構造的に日本が安くなっているっていうことは日経平均が少し上がってもそんな簡単には変わりませんのでそういう意味で日本株は割安で中長期の上値余地は大きいと考えているということなんです。ただですね まあ上昇のきっかけとしてはあの特にこの日本のインフレが復活したとということですね今までデフレが続いたんで日本が安くなったっていう話をしたんですけども実は外国人が日本を評価する要因のきっかけとしてインフレが復活したとそれによって名目 GDP の成長率が高くなったと2023年は5.7%ですね。 名目 GDP が4%以上伸びたのはこれ1991年以来ということなんですけどこれ物の値段が上がるんで名目 GDP の伸びも大きくなったということです。で日本株が割安だという根拠を株価指標を使って説明したいというふうに思います。 これ日本株と米国株をイールドドスプレッドというので比較しますよく株が割安とか割高っていう時に使われるのはこの PER ですね利益の何倍まで買われているかということで語る人が多いし、まあ、グローバルな投資家もほとんどこの PER で高いとか安いとかって話をしている。で日本株は東証プライムで今倍 米国株は倍になっているということですねでこれ世界を見ると古今東西大体10倍から20倍ならば妥当で成長性の高い国は、まあ、あのアメリカとかインドっていうのはこの20倍をちょっと超えたりしてるんですけれどもそれはまあ成長性を評価しているということですね。 で成長性が低いと思われている国は12倍とか低くなっているとで日本は16.5倍だからまあこれ妥当ということではないかと、えー、で人によってこれをあの高いとか安いとか、まあ、いろんなことを言われますけれどもまあおおむね妥当じゃないかとじゃあこれ割安って考えるっていう根拠は何かということなんですけれども、えーまあ、グローバルの投資家を見るときにこの PR だけじゃなくて。 このイールドスプレッドというのを見ているわけなんですねイールドスプレッドというのは利回りの差ということなんですねこれあの日本株のこれ PR というのは利益の16.5倍で株価がついているということですけど駅利回りにすると6.06%ということです駅利回りって何かというとこれ PR の逆数ですね一株当たり利益が 株価に対して何パーセントかというのがこの切り回りです。一株当たり利益の16.5倍が株価なんですけども、その一を16.5で割ったのが6.06パーセントということで、これが一株当たりの株価に対して利益が何パーセント出てるのということですね。それで見ると6.06。アメリカは4.88パーセントということですけども、ここで。 この株の魅力を長期国債とと比較するという値段で,で、10年国債の利回りでいうと日本は0.72アメリカは4.25ですね。ということはこの株の益利回りから長期金利を引いた差がイールドスプレッドなんですけど日本は5.34%とこれ株のイールドスプレッドって4%以上欲しいねって言われることがあるんですけど5.34%あるんで。 日本は割安アメリカはこれ割高って見えるんですけども、まあ、成長性の高い国ということで評価されてますから、まあ、結構あのアメリカはあの結構これぐらいのイールドスプレッドで推移したことが過去長かったわけですね。ということで、まあ、それぞれイールドスプレッドと観点で見ると日本株割安ということです。 ただ私があの特に強調している割安度っていうのはこれだけじゃないんですね財務を見た上での日本株っていうのは持ち合い株式とか賃貸不動産に数兆円という含み益のある会社もあり財務上のバッファーが非常に大きい。そのの財務のバッファーを使って 自社株買いをやる余地が大きいということそれが日本株が割安と言っているもう一つの根拠なんですねこれ日本株はですね株式を持ち合っているで持ち合っていることによってそこに株がずっと上がってきたんで相当な含み益があるわけですね。 でもしその持ち合い株式を売却してその売却代金を使って自社株買いをやるとどうなるかということなんですけどもそうすると一株あたり利益が大幅に増えるわけなんですね自社株買いをやるということはあの株数が減るんですよ株が仮に100株が発行されてたとしますよねで自社株買いを十やったとすると 株式の発行済みが90になるわけですね100が90になるということは1割減るわけですよそうすると利益の総額が変わらなくても株当たり利益は1割増えるそれによって株価が上昇するというのが自社株買いによる株価押し上げ効果でアメリカ企業は株価市場主義の経営者が多いんでその自社株買いをやってやってやりまくってやり尽くしているのがアメリカなんですね。 だから財務上のバッファーはまあないと財務上のバッファーがあれば少しでもあればもうすぐに自社株買いをやるっていうのがアメリカの経営者それに対して日本は株価を上げるよりも危機になった時に 従業員をリストラしないで生き残れることを重視するために財務バッファーをなるべく温存しようとする株価上がらなくていいから財務のバッファーを温存しようとするのが日本の経営者なんですけども、まあ、それが行き過ぎたということで日本の株が上がらないで日本の株っていうのは日本の公的年金にも入っていますしそういう意味で株価も上げていくことが必要なんですよということを最初に東京証券取引所が言ったと。 株価が安い日本企業に対して株主価値の改善策の開示と実行を求めたというのが東京証券取引所だったんですねで最近あの金融庁が大手損害保険の会社に対してガバナンスを改善するために持ち合い株のを売るようにと言ってで大手損保がその持ち合い株を売り切るといったような方針を出してきていると。 まあこういったところを外国人から見ても持ち合い解消売りが加速するんではないかで自社株買いも増えるんではないかという期待があるということです。でこれは現実にはありえないあの私のペーパー上の試算なんですけど業務上の必要のない株式持ち合いを完全に解消すれば日本の発行済み株式数が減るんで一株当たり利益が34%増えるというのが私の試算です。 これ現実にはありえないことなんですよ。日本企業の文化はそんな簡単に変わらないです。株価市場主義じゃないです。いざという時のために財務バッファーを取っておこうというのは、日本の経営者の本音ですから、そんなにすぐには変わるとは思えない。ただ、もう借金もないし、使い道もないのに、 たくさんのキャッシュフローがあってそれをただただ財務にこう貯めていくっていうようなことをちょっとやりすぎたなというところからしばらく自社株買いいが増えるとううふうに思われます。この34%っていうのはこれは極論であって現実にはありえない現実に日本の経営者がそういうことをすることはないんだからまあある意味財務上のバッファーっていってもこれって絵に描いた餅じゃないかという考えもあります。 まあ絵の描いた餅かもしれないんだけども仮に日本の経営者が全て米国の株価市場主義の経営者に変われば持ち合い解消売りと自社株買いするだけでも株価を34%上げるポテンシャルがあるんだよということがこの財務バッファーが日本株が割安だというふうに私が言っている一番重要な根拠です。 まあ、ということで中長期的には日本株は上値余地非常に大きいというふうに考えていますので時間分散しながら日本株を買っていったらいいと思います短期的にはあのちょっと加熱してるんでスピード調整なんかに注意した方がいいと思います以上ですご清聴ありがとうございましたなお今日のレポート内容を評価していただければぜひチャンネル登録お願いいたしますいいねボタンもお願いいたしますありがとうございました